そしたら行きますね、はい、ちょっと待って、ね、僕の方緊張しますね大丈夫ですかね、はい、そしたら、はい、患者様のお声をいただけるということでどうぞよろしくお願いします。はい、まずはですね、はい、当院にいらっしゃる前っていうのは、はい、まあ、どのようなご症状でお悩みだったでしょうか。年に 1、2回は必ずぎっくり腰が出るんですよね。ぎっくり腰、はい。で、特に今回お伺いしたのは、うん、去年の8月に、はい、交通事故にあってですね。去年の8月に交通事故に、はい、はい。で、まあ、整体とか椎骨院とか、うん、まあ、3ヶ月、4ヶ月帰ったんですけど、なかなか治りきらんで、はい、うんうん、で、そしたら、そこするうちに腰が、はい、ぎっくり腰の痛さとはちょっと違うんですね。ぎっくり腰はちょっと違うんです、うん、違う痛さですね、はい、で、それがずっとこう、あの硬い の, あの、はい、裏側まで、足先までこう痺れるような感じ、お尻とか太ももとかですかね、はいはい、はいはい、が痺れだったんで、これはもうとてもじゃないなと思ってたところ、はい、たまたまあの、はい、折り込みチラシ見たもんですから、ね、チラシ見てってことですね、はい、はい、ありがとうございます、はい、で、もともとその、去年交通事故に遭われてから腰が痛かったりとか、はい、座骨神経痛が出てたと思うんですけど、はい、最初はそれに対してどのようなことをされてたんですか。うん、あのさっき言いますように、うん、あの整形外科、うん、それから整骨院ですね、はい、整体、そんなとこ行ってましたけど、あたたかしくないっていうか、はい、うん、もうちょっとこれじゃダメだなみたいな感じで、はい、3ヶ月ぐらい通いましたけどね、うんうん、ダメだったんで、はい、うん、困ったなみたいな感じだったんですよね。困ったなってとこだった、うん、ちなみにその整骨院とか整体とかでは、うん、当時どんな治療されてたんですか。整骨院はですね、はい、最初20分ぐらいあの電気、なんか電気を通してですね、うん、はい、あのこうビリビリビリってくるようなやつ、うん、あとはあの先生のとこみたいにこう、はい、あのウェットでいろいろあのまあこう指圧っていうんですかね、はい、うん、それから首をガクガクとかしたり、はい、腰を下ろしたり、うんうん、そんなやつですね。そういう感じでされてたんですね、はいはい、で、まあその中で折り込みチラシを見て来ていただいたと思うんですけども、はい、その中で実際に、まあ、うちの問診だったりとか、はい、カウンセリングだったりとか、はい、施術っていうのは、受けてみてどんな感じだったですか。いやーもう全然その、うん、目から鱗って言いますかね。あ、ありがとうございます。はい、うん、前あのやってもらったことのない方法やし、うん、はい、あのまあ何よりもこう前回、うん、あのここがこういう風なからってことで治療してもらって、はい、その運動をですね、うんうん、続けて、はい、でまあ前回の後どうでしたか、聞きましたか聞かなかったか、うんうん、まあ、その辺もあの次お答えしてですね、はい、でそれをまたあの取り入れて先生が、うん、じゃあ次はこんなしようとか、はい、ここでいいんじゃないかとか、うんうん、まあ、そういうようにしてこうあの痛い原因にあの焦点をこう、はい、やりながら絞っていく、うん、まあ、それって今まで私経験のないことでですね、うんうん、はい、すごくなんかあの新鮮に映ったし、また、うん、あの自分にも効いたような気がしますね、はいはい、なるほどですね、はい、で、まあ、ちょっと重複する形になると思うんですけど、はい、整形外科だったりとか、はい、整体とかいった中で、まあ、ここ、まあ、僕とですね、はい、そういったところっていうのは明確にここが違うってところがあればちょっと教えていただけたらなと思うんですけど、うん、やっぱり今言ったところですね、うん、それと、もう整体、整骨院っていうのはもう、はい、もう1回目も、うん、その3ヶ月後もですね、はい、同じやり方ですね。あ、ずっと同じやり方、はいはいはい、だから、まあ、その時はそのちょっとほぐれてですね、はい、あの、あったかくなってなんか気持ちよくかって、うん、ああ少しは治ったかなみたいに感じるんですが、はい、長続きしないというか、また、はいはい、もう2、3日するとっていうような感じですね。その場は良くなるけど、はい、お家に帰ったりとか翌日とかね、はい、症状が戻ってくるってことで
ですね。はいはいはい、わかりました。で、座骨神経痛っていうか、僕のこの動画を見てくださってる人って、はい、座骨神経痛で悩んでる人っていうのがもうめちゃくちゃいらっしゃるんですけど、はいはい、その方たちに対して何かメッセージがあれば、はい、皆さんから言っていただければと思います。はい、はい、私がその先生に施術してもらってですね、はい、感じたのは、まあ最初から比べたら、はい、もう本当かなり効果が出たというか、はい、日に日に良くなっていってるのが自分でも、はい、実感できるんですよね。うんうん、だからまあ他の人、まあ人それぞれ会う人会わない人いるんでしょうけど、はい、まあ私はその駆け込み寺先生のとか、はい、になるんじゃないかなと、はい、だからぜひ先生の、はい、そこでですね、はい、結局やっぱり笑おうもすがる思いの人っていうのは結構多いと思うんですね、腰痛は要ですからね。そうですね、うん、だから一回チャレンジされたら、うん、トライされたら、はい、いいんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、まあ座骨神経痛も腰痛も何でもそうですけど、うん、まあ人によってね、やっぱ原因っていうのが違いますし、うん、そこをやっていかない限りは、またこう症状が戻ってきてはっていう繰り返しになってきますので、まあ人それぞれに合った治療っていうのを受けていただくことが大事になってくるかなというふうに思いますので、はい、まあ今後も今までね、お伝えしてきたセルフケアっていうのを頑張っていただけたらなというふうに思います。はい。じゃあ今日はこんな貴重なお時間いただいて、どうもありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそ。失礼いたします。はい、ありがとうございました。Thank you.